国民が皇帝のために戦うという目的を持てずにいる今、僕らロマノフが前線で身を挺する以外に兵士の士気を保つ方法はない。血は争えないわね。エレナ王女が野戦病院を開設したのを知ってるでしょ。私に手伝ってほしいそうなの。え、あなたもいなくなるし行くことにしたわ。帰らぬ大地にやがて来る春は、国のことはサルス・コエセローの利休で、あなたとあなたのお友達が決めているのだから、アレクサンドラ。お前に刻む我ら生きてるこの証を、踊れ踊れ、この土に歌え歌え、この命。ある危機に瀕しているロマノフ王朝への懸念といえば聞こえはいいが、平たく言えばあなたのご両親への忠誠だ。この世は意見の違う人間だらけだ。言い争ったっていい。だが背を向けるな。あなた方の汚れた世界に出ていくわけがないわ。おっと、ロマン、あなたはさっきから踊り子の胸ばっかり見ていやらしい。貴族として恥ずかしいわ。ウラジーミル、あなたはとっても気取っているのに食べ物をお腹の上にこぼしてばかりでちっともエレガントじゃない。コンスタンチンだって特にないわ。金目のものさえ渡せばこいつはいつでもあんたのものになるぜ。おお、やるのか。やめなよ。ラスプーチンが民衆の心も陛下の手足となるべき貴族の心も民衆から隔ててしまっている。ニコライは神父様の祈りによって守られているのよ。陛下を守るのは神ではない。金が目当てか。使い道もない。権力か。お前らと一緒にするな。ではお前がここへ来たのは何のためだ。ガリツキー将軍、ロパトニコフ長官、マリア皇太后、あなたまで。ドミトリ、能力に優れ、血友病ではないロマノフの血が必要だ。新しい皇帝には。ママは悪趣味だな。僕にも秘密とは。驚く人は多い方が面白いじゃない。彼にオリガと結婚してほしいの。束の間触れたぬくもりも彼方の空へ消え